皆さんこんにちは。寝すぎた時に言う言葉はナムさん、ダブルハンマーです。本日も堀口秀俊スペシャル緊急短縮版の時間がやってきてしまいました。3月19日、堀口くんが裁判書面の提出をぶっちしてしまいましたが、締め切り当日に彼が何をしていたのか深掘りしていきたいと思います。ではいく。さて、自分から要求して期日を1ヶ月、書面の締め切りは3週間ほど延長してもらったのですから、堀口くんはさぞかし準備の整ったパーフェクトな書面を出してきてくれるに違いありません。え、出てきてない。そんなバカな、そんなバナナ、バナナと言ったらレアがボロン。何か裁判書面よりも重要な、手が離せないことでもあったのでしょうか。暇すら茜さんのポストより引用します。アメリカって西の方はクソ田舎のテキサスとかアイダホとかで、東のワシントンとかニューヨークのあたりが都心ってイメージだけど合ってる？行ったことないのよね。こちら午後3時頃のポストです。ざっくり言うと、アメリカって西は田舎で東は都会ってイメージだけど合ってる？という話ですね。これをいつものようにカルピス軍団のトスを経て、堀口くんが午後5時50分頃に引用ポストします。州内の人口が最小の州、州都の人口が最も少ない州、州議会が一員制の唯一の州みたいな雑学じゃなくて、なお、それぞれ州会はワイオミング州、バーモント州、ニブラシカ州、有名な地域でもこの邪魔とは本当に情けない。もはや賢い小学生の方がマシです。どういうことでしょうか。アメリカってこういうイメージなんだけど、に対して州内の人口、州都の人口、州議会が一員制の州。私もこれを動画にしようとして、なんとか気がついたんですが、つまりアメリカといって例えに出てくるのがテキサス、アイダホ、ワシントン、ニューヨークで、ワイオミング州、バーモント州、ネブラスカ州みたいな地域が出てこないのが、程度の低い賢い小学生の方がマシだというふうに言いたいのではないかと解釈しました。その知識披露ゆう話題としては、アメリカの西と東でどんな感じだってということですから、有名な地名を出せばいいだけの話です。例えるなら、大阪って面白い人が多いよねという話に、そうだね、あ、でも北と南ではさ、と答えていたら、人口が最小の市、市庁所在区の人口が最小の市、唯一の村などの雑学もある地区を出さないなんて本当に情けないと言われても、はぁ、何言ってんだこいつとしか思われないでしょう。実際、ひまそらさんの元ポストでは見た人に通じて、サンフランシスコがあるからとか、港があるからとか、レスが続いて話が広がっていました。何とかフォローできるとすれば、例えば州ごとの人口を調べて並べ、上半分を都会、下半分を田舎として調査をするとか、そういうケースだと堀口くんの出したような知識、着眼点があると有効かもしれません。ただ会話というものは、お互いの考え、意図を伝え合うもので、いつでも常に自分が持つ最高知識を見せびらかす必要がないと思いますよ。これでは会話のドッジボールですがなく、ボールをキャッチしたらなぜかあさっての方向にブーメランを投げ始めたかのように噛み合っていません。そして話を戻しますと、この強引になんとしてでも、ひまそら茜さんより知識があることを示したい、ひまそらをバカにしたいという発言をすることが、当日が締め切りで結局出さなかった書面よりも優先して堀口くんがやっていたことです。事実はどうか私は知りません。もしかしたら書面はちゃんと作って出したのに、郵便車が事故って消失したのかもしれません。バックアップから失踪にも、パソコンが急に爆発資産したのかもしれません。でもそれならそれで、そういうことがあったよって表に出さないと、こいつ裁判書面をほっぽって延々と長文ポストしてるなって思われても仕方がないのではないでしょうか。個人の感想です。そんなことをしていると、せっかく大勢の YouTuber を相手に法的措置を取るから官報くださいと募集していても、よし感化しようと思う人が減ってしまうかもしれませんよ。個人の想像です。今回は以上になります。よければチャンネル登録、高評価をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。